鑑識地バルチャーナインだ。スタールアームズの南部支社に向かう。陛下の殺害容疑者2号3号を移送中。どうぞ。バルチャーナイン、着陸を許可する。方位を330に修正せよ。大将は腰抜けだったぜ。おい、兵隊さん、リラックスしろよ。手を出したら俺たちが殺される。あ、それまずいな。黙るんだ。ビザリのジジイ、メソメソ泣きながらくたばっていきやがった。それを認めたくない。やめろ、やりよせ。大丈夫だ、大丈夫だ。腰抜け。まだいるか。シェルター。リコ、よし、たった半年の遅刻だ。セブ、セブ、大丈夫か。隊員の船を喪失。クソ、レイダー隊長より総員に告ぐ。準備しろ、これから全体基地に帰還する。待て、待ってくれ。まだネビルが奴らに。いや、心配するな。ダメだ、探しに行かないと。お前だけで精一杯だ。装備が貧乏だ。このまま隊員を置いていけるか。今すぐ行くんだ。手を貸さないなら銃を渡して下ろせ。一人でやる。分かった、いいから落ち着け。隊長より総員へ計画変更。レビルを救出する。お言葉ですが、明暗とは思えません。分かってる、レイダーワン。だがやるんだ。気を引き締めていけ。捕まえた連中が舞い上がって通信の時に気を抜いてたのさ。ずっとここにいたのか。いや、スタールの野郎は厄介だ。奴は捕虜をここに集めている。
理由は分からないがな、ネビルもここに来るだろう。スタールアームズの南部支社に接近中。あれは一体何だ。隊長、激しい対空砲火です。敵ミサイル多数、総員返せよ。だからここには来たくなかったんだ。歩けるか。チクショウ。さあ行くぞ。ここに着陸するな。向こうにあるタンカーの発射拾ってくれ。了解。じゃあ後で。イントルーダーから回収できるものは。偵察してくる。向かいはどこだ。あと30秒です隊長。さあ俺の手に足をかけろ。こちらレイダー隊長、エリアクリア。早く引き上げてくれ。全ての隊員は攻撃隊形を組め。了解しました隊長。でもどうやって持ちこたえるんです。対空砲を片付けんことにはどうにもならん。そうだろうゼム。イントルーダーが少なすぎてこっちには勝ち目がない。え、うん、お前も言っただろう、ネビルを救うには対空砲火を片付けなくてはと。おい、頭がおかしくなったのか。これじゃ飛べ、自殺行為だ。リコ見ろ、低空飛行なら敵の砲火をかわせる。爆弾で対空砲を壊している。なるほど、お前ってやつは。片付いたら呼んでくれ。すぐ後を追うからな。